知ら見よう。令和6年沖縄全戦没者追悼式が執り行われるにあたり、沖縄戦において戦場に倒れられた御霊、戦火に遭れ亡くなられた御霊に謹んで哀悼の誠を捧げます。先の大戦において沖縄は凄惨な地上戦の場となりました。人々の平穏な暮らしはにわかに戦乱の渦に巻き込まれ、罪もない民間人を含め20万人もの尊い命が奪われ、この地の誇る美しい海や森、豊かな文化は破壊されました。不発弾の処理やご遺骨の収集は今もなお続いています。多くの子どもたちの命が奪われた対馬丸事件のような耐え難い出来事もありました。こうした沖縄戦の悲惨な実相と平和の尊さを次世代に継承していくことは我々に課せられた責任です。平和の礎には今年も181名のお名前が新たに刻銘されました。平和の礎に刻まれたお一人お一人の戦没者の無念、残されたご遺族の方々の悲しみや喪失感を思うとき、胸塞がる思いを禁じ得ません。私たちが享受している平和と繁栄は、命を落とされた方々の尊い犠牲と沖縄の方々の筆舌に尽くし難い苦難の歴史の上にあることを改めて深く胸に刻みながら静かに頬を垂れたいと思います。来年には沖縄戦から80年を迎えます。これまで県民の皆様のたゆまぬ努力もあり、沖縄経済は着実に成長し、県民生活も大いに向上しました。美しい自然、アジアの玄関口に位置する地理的特性、国際色豊かな文化や伝統、こうした魅力や優位性を最大限に生かし、強い沖縄経済の実現に向けて国家戦略として沖縄振興を総合的に進めてまいります。他方で今もなお沖縄の皆様には、米軍基地の集中等により大きな負担を担っていただいています。政府としてこのことを重く受け止め、負担の軽減に全力を尽くしてまいります。来年春には今後の跡地利用のモデルケースとなる西普天間住宅地区跡地に高度な医療研究機能拡充や地域医療の向上につながる
健康医療拠点が誕生します。引き続き在日米軍施設区域の整理統合縮小を進めるとともに、こうした目に見える成果を一つ一つ着実に積み上げてまいります。戦後我が国は一貫して平和国家としてその歩みを進めてきました。戦争の惨禍を二度と繰り返さないという強い決意のもと、世界の誰もが平和で心豊かに暮らせる世の中を実現する、この決意を貫き後世にまで伝えていくことを改めて御霊にお誓いいたします。結びにこの地に眠る御霊の安からぬことを、そしてご遺族の方々のご平安を心からお祈りし、私の挨拶といたします。令和6年6月23日、内閣総理大臣岸田文雄。